はいどうも、おはこんさつま、うしみです。今回もやってまいりました。鹿児島弁シリーズですが、今回はですね、鹿児島県民がよく使うフレーズというものをちょっと見つけたので紹介していきたいと思います。まあ、よく使うフレーズじゃないのもあるかもしれませんけども、可愛いもんから覚えておいてもいいかもしれない方言を紹介していますので、よろしくお願いします。はい、一つ目ですけども、恋はですね、ど定番すぎるんですけども、こちらの、おい、は、僕、私、俺、などの意味で、まあ、一人称で使われている方言ですけども、まあ、こんおいはですね、まあ、創作物でもたまーにく、おいは、最後をどんでごわす、とか、そういうのに使われてますね。まあ、さっきの例えば、ちょっとまあ、使われていないんですけども、現代的にはですね。まあ、よく使われてるのは、おいは明日、天文館に行ってね、とかそんな感じで使いますね。おいはね、おいはって感じですね。次やるのはですね、これはよく使ってるかあれなんですけども、まあ響き的にも可愛い方言なのであえてやりますけども、こちらおごじょは娘さん、お嬢さんという意味なんですけども、まあ VTuber 界にもバーチャル薩摩おごじょやバーチャルおごじょというワードが出始めてきているので、こちらですね、覚えておくのもいいかもしれませんよね。結構増えてくるかもしれないので、今おごじょは要チェックです。目のあたいは、こちらも定番の一つですけども、まあ、こちらは私という意味で、女性がよく使う、まあ、一人称ですよね。まあ、たまーに男性でも使っているのキュンですけども、まあ、大体お年を召された方たちがよく使ってますよね。男性はですけどもね。まあ、女性も使われてますよね。若い世代はあんまりですね、あたいを使ってるのを聞かんですよね。聞かんです。聞かないですね。もしはまあ、あたいと言っても問題ないと思うんですよね。まあ、あたいはあたいなので。最後はですね、こちらはまあ、使われている方言なんですけども、こちらの、まこち、またはですね、まこては、まことに、本当にという意味ですけども、これは本当に使いますし、まあ可愛い子に言われたら、まあ、最高に可愛い方言だと思うんですよね。まあこちらですね、覚えておいてもいいかもしれない方言ですよね、本当にね。まあこっちなー、まあこっち、まあ、牛が言うとあれですね、ちょっとあのお年の方みたいな感じに聞こえますね。世界は喜びが溢れている、物語はいつも果てしない。Whoa!